皆さんこんばんは、ガイチャンネルです。さあ今日もニューブルクリンク北コース MX5、コンソークラスコンソーレースですね、プロダクションカーシムラブチャレンジお届けしたいと思います。前にいるのがね、散々ファイアーバードとか言ってますけど、フォードムスタングですね。ムスタングの FR50 か FR5.0 か FR500 か、なんとかっていう型番だったと思います。デガイル選手は予選2番手、予選トップが昨日とは変わってまたラルフさんっていうですね、ドライバーの方ですね。でね、昨日は見事にスタートで出し抜かれてしまったので、今日はね、出し抜かれないように警戒していきたいかなと思いますね。さあ、そしてセーフティーレーティングもね、左下見ていただけるとお分かりでしょうけど、 A の 1.7 上がりました。これね、またノーインシデントでフィニッシュしていきたいところですね。さあ、これスタートしてもいいんですけど、まだね、トップの右にいるラルフさんがスタートしないので、それに合わせて待ってますね。まあこれね、一人だけ先行してドリャーって言ってもですね、黒旗食らってしまいますので、はい、ここはね、ポールポジションのドライバーにいつレースを始めるかっていうね、選択肢があります。さあスタートしましたね。タイヤ温めましょう。ブレーキに使って温めましょう。でね、あんまりこう温めるのに集中していると、右側にいるね、このラルフさんの動きがわからないので、まあ、早めにね、もう、はい、よし、警戒態勢入りました。うまいですね、うまいですね。このウィービングしてると見せかけつつスタートしましたね。さあ、でもこれね、 0.6 秒しか離れてないんで、まだついていける。昨日よりはマシ。昨日はね、もう1秒以上差をつけられましたからね、これは大丈夫。よーし、追いつきました。大丈夫大丈夫、よーし。おー、なんか点滅してる。あとはね、なんといってもこのね、プロダクションカー、チャレンジはですね、1時間おきに開催されてるっていうのはね、非常にいいですね。もうこれはね、 MX5 ファン、そして、このニューブルクリンクファン、この皆様はですね、ぜひガンガンね、参加していただけるといいんじゃないかなと思うような、もう開催スケジュールになってますね。この前を走るラルフさんは昨日のね、優勝をした、誰でしたっけ、物覚えが悪い、なんとかさんね、昨日の優勝したなんとかさんに比べると、まだ実力的にガイル選手と拮抗しているかなと、いう位置取りですね。さあ、後ろオリバーさん2秒離れた、これはナイス。さあ、ここは、無理せず後ろつけていきましょう。これは、譲る構えですけど、ここはね、譲ってもらわなくても大丈夫なのです。後ろのね、とのギャップ次第なんですけど、ギャップ空いてるんだったらね、まああんまり余計な先頭交代はしないで、自分のペースで、攻めていってもらった方がいいんじゃないかなと思いますね。やっぱね、 MX5 ね、お見苦しい発言、ね、視聴者の皆様申し訳ございませんでした。ね、発言者になり代わりお詫び申し上げたいと思います。いきなりでしたね。まあね、こういう、今のはファイヤーバードじゃなくて、何でしたっけ、フォードムスタング勢で何かあったんですかね。1台落ちてきてますね。これはなんかすごい遅いんで、車が壊れてるんですかね。これはちょっといい感じで抜かせてほしい。ここで交錯するとつらいな。
ここはね、まあ、うん、まだダメ、まだダメ。よしよし、開いた開いた、長かった、後ろね、後ろ1秒詰められましたね、1秒ロスしましたね。あーね、相変わらずボイスチャットではこのアホンダラーとかね、英語で言われてますね。さあ後ろ、後ろオリバーさん 2.2 秒差、うん、ここはもう一度ギャップを上げていきたいところ。このね、前のラルスさんが時々点滅してるのがね、ちょっと気になりますよね。さあ後ろ、ダーウィンさんが多分ね、コーナーで刺したんじゃないですかね。これ結構ねギャップ開きましたよね。あそこのねコーナーで、コーナーで争うのはなんかもったいない気がしますけどね。どうせここのメインストレートっていうかね、前回区間でオーバーテイクできますし、まあでもこれはねありがたい、ね、後続とのギャップ開きましたので、まあ、これはね、後ろのダーウィンさんに感謝ですね。でこの、今回昨日今日のですねセットアップはシムコ3セットを使っていて、昨日ですね、買ったんですよね、22S1 の 22S2S1、まあ最新のと言いつつも、まあ、数ヶ月前のに発売されていた最新のセットアップですね、まあ、それ買ったんですけど、なんかね、それより後に買った、ファームとか、ノーマルだとかですね、スタビライザーを固めたセット、ノーマルセットっていうのが今店頭に並んでないんじゃないですかね、まあ、そのより新しいセットを持っていたので、そっちを使って、でファームの方を使ってセットして、ドライブしてます、まあ、そっちの方がスタビ固めた方が、まあ、適度にスライドしてコントロールしやすいっていうのが、ね、あって、ノーマルの硬さのスタビだとちょっと、粘りすぎてですね、コントロールは難しいんですよね。昨日ね3周きっちり走りましたんで、だいぶ思い出してきましたね。で来週はねスキップバーバーでこのニル北のレースが行われますので、もう来週はねスキップウィークですよ。もうスキップバーバーでね出まくる、これがね目標になってます。だスキップバーバーだとね縁石にあんまり乗れないので、そこだけ注意ですよね。さあ前方に直線番長フォードムスタングよし、今度は間違いなかった、フォードムスタングが、これライン取り、これはライン取りいかんですね、これはつらい。あ、譲ってくれた、これはナイス、サンキューサンキュー、前のねラルフさんとガイル選手両方とも同時にサンキューボタンを押しましたね。おー、いかいか滑った、さあ後ろダーウィンさんが 2.5 秒差ですね、まだ大丈夫ですけど、これをね2台協力して突き放したいところですね。やっぱね1台よりも2台の方が車速伸びますからね。さあ再び
ラルスさんがオーバーテイクしていくのでちょっと車速緩めましょう。これアウトに陣取った方が入れ替えスムースかもしれないですね。後ろから直線番長やってきた、直線番長ムスタングやってきた。これはムスタングのスリップに引っ張られて3番手のダーウィンさんが上がってきてるんではないでしょうか。さあレースは2周目、合計3周で争われますね。まだまだ、ね、最大の目標であるゼロインシデントは継続中ですので、これは気持ちの良いドライブですね。ちょいミスってますね。さあ後ろダーウィンさん 2.1 秒、近寄られている。その後ろのオリバーさんが 6.4 秒差なのでここはもう大丈夫ですね。前方のムスタング勢最後尾が20秒先なので、これも大丈夫でしょう。さあ3番手の、ね、ダーウィンさんが意外と早いですね、アイレーティング、ね、3800あるので、早くて当然なんでしょうけど、これは侮れない。もう5月も中旬のニュルブルクリンクのお昼ですかね、この時間帯は、結構、初夏ではないですけど、春ですよね、おそらくヨーロッパでは春のニュルブルクリンクをかけていく、風が、ね、気持ちよさそうですよね。こういう時は、ね、オープン日和ですよね。おお、1台、オープンなんですけどね、ヘルメットかぶってればいいんですけど、何もかぶってないとね、めっちゃ日焼けしますからね。オープンカーに日焼け止めは必需品です。そもそもね、夏オープンにするもんじゃないですよね。やっぱね、冬ですよ。冬オープンカーはね、やっぱ冬が一番ね、頭寒足熱ね、毛糸の帽子をかぶって、で足元はヒーターで一番あったかくして、でこう露天風呂のようにしてね、ドライブする、これがね、やっぱオープンカーの醍醐味ですね。ガイル選手の持っている NA ロードスターもかなりね、ちっちゃな車体なんですけど、でね、ホロを閉めるとクローズドにするとやっぱね、狭いなっていうのはね、どうしてもあるんですけど、オープンにすると狭いながらもなんかね、開放感があって、こう自動車となんかね、オートバイの中間のような乗り物、それがね、オープンカーなのかなっていう気がしますよね。オープンでのドライブになれると、もう極力ね、ホロはオープンにしたくなりますね。やっぱり閉じて運転するとこう息苦しさというか圧迫感というかね、これNC ロードスターぐらいになると結構、車格も大きくなるので、ね、車内のこの圧迫感も軽減されるんですけど、NA、NB はね、車内狭いですよね。さあとか言ってる間に後ろダーミンさん 1.3 秒差まで来ましたね。これいやとはいえな、これ、ガイル選手がここでね、オーバーテイクしても、結局ね、追いつかれるのは変わんないんですよね。オーバーテイクされた方の、された方がやっぱちょっと引かなければいけないので、そしてダーウィンさんがどんどん近づいている。 1.0 秒差、これ追いつかれましたね。もうしゃあない、ここからね、三つどもえのバトル、あんまりバトルはしたくないしたくないけどもしょうがない。
さあ後ろダーウィンさん 0.5 秒差まで来ましたね。ミラーに見えてくるようになりましたね。この前を走るねラルフさん、カルッセルうまいですね。リアをこう軽くスライドさせてイン側に車を向けてますね。あれはなかなか真似できないな。さあ後ろのダーウィンさんは、そこまでねこうガツガツ来なくて様子見のような、お危ない危ない危ない、さあここの名前忘れたビッパーマンの手前のね、下りにアプローチしていく右コーナー頂上からのセクション、意外とこのラルフさん、苦手としているのかもしれないですね。やはりね後ろからライバルが来てるんで、ややね車間を詰め気味にして、ドライブしてしまいますね。ここはうまいですね。イン側をきれいに舐めるようにラルフさんは走ってますね。さあシュワルベン・シュワンツ、さあこのメインストレート、まだね2周目なんでファイナルラップではないですけど、どのような攻防になってくるのか。さあスリップ入りましょう、ちょっとね距離が近いですけど車内。さあこれで後ろのダーウィンさんの動きですね。さあそしてラルスさんが後ろに来た。そしてさらにオーバーテイクしようとして、さあ遅れてダーウィンさんが来ましたね。来ましたね。これ真ん中来ましたね。真ん中来ましたね。これ来んの来んの、わあやる気だやる気だ。ちょこれダメダメこれはね、触らぬ神にたたりなし、引きました。いやー、おえ何ピットイン、えどういうことどういうこと、何タイヤ交換、燃料補給、何が起こったんでしょう。もしかしたらペナルティじゃないですよね。ブラックフラッグだと多分1周目に入んないといけないんじゃないですかね。まあ、予選セットで挑んで燃料足りないとかそんな感じですかね。あーダーウィンさん出てきた。何が起こったんでしょう。この狐に包まれたようなラルフさんもね多分同じ気持ちだと思いますね。これは何だったんだ。さあおかげで後続のオリバーさん12秒差ですね。これはねもう余裕を持ってゼロインシデント最重要課題としてね残り1周ドライブしていけばどうでしょうね。セーフティーレーティング A の 2.0 返り咲けますかね。これだけね前後、空いている状態でドライブできるとですね、だいぶ気持ち的にもリラックスできますしいいですね。後ろのダーウィンさんが4番手に入ったんですね。それでも
早いですよね。ピットインして4番って、うん、まあ、もしかしたら慣れないローリングスタートで、うん、早くオーバーテイクしすぎて黒旗なんですかね、うん、ちょっとねこの、ロードカテゴリーのローリングスタートってやっぱりねオーバールとはちょっと違ったルールなので、なんかねルールブック前しっかり読んだんですけど忘れましたね忘れましたね。さあ新緑の季節のニールブルクリンクをかけていきます。タイヤが若干滑ってくるようになりましたかね。さあベアザイフェン、おお、後ろのねダーウィンさんが、その4番手のダーミンさんが3番手のオリバさんに追いつきましたね。オーバーテイクした。おーやるなこれは、うん、このね3番手争いなかなか見ものですね。こっからねスリップでずっとついていく争いになると思いますので、後ろはね三つどもえの3番手争いですね。いやー巻き込まれなくてよかったいや絶対ねこれインシデントがねついていくんですよね、どうしても。さあここもねもうあえて前には出ない作戦ですね。やはりこうファイナルラップでちょっとね間を空けて、昨日みたいにねいい感じで追い抜き返す、最終のねメインストレートで、いいところでオーバーテイクする、これがね大事ですね。あすごい後ろのダーウィンさんが、後続ちぎりましたね。どうでしょう、1.5秒差、これはちぎったか。さすがこれは早い。おお、なんか消えるのが怖い。カルステルはねガイル選手は負けてますね。おー危ねえ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 、うん、まあねちょうどいいかもしれないですね。そろそろどこかでこうさりげなくねギャップを開けないとなって考えてたところですので、今ね 0.7 秒差ですから、うん、いい感じに空いてきてるんではないでしょうか。 B2、 はい知ってます。さあ今ねわざとね、コーナリングのねクリアするスピードを落としました。さあこれで全力で逃げてほしい。さあこれぐらいの感覚だとどうでしょうね。
うん、あとはねシュワルベンシュワンツ以降の、うん、スピードですね。なんか結構近づいた気がする。おー、ちょい近いな、ちょい近いな。さあ、またね少しアクセルをちょっとだけね緩めてギャップを取ろうとしましたが、このギャップはどうでしょうね。 0.6 秒差。これはアクセル緩めてんのかな。うん、さあどうでしょう。もうねここから緩めることはできないので行ってみましょう。さあ後ろに疲れている。さあ加速して、加速してきた。さあ左から、ここがね、ダメだ、これダメだ。さあそしてフィニッシュ。うん、クラス2番手でしたね。まあいいんです、これでいいんですね。あの、なんといってもノーインシデント。はい、というわけで、総合では10番手スタート5番手これ、ムスタング3台しか残ってないですね。総合5位、クラス2位ということで、うん、あんまりねもうガツガツ、あの最後まで、争って、散っていくっていうのはねやっぱりあの嫌なんでですね。はい、まあ、このリザルトでやっぱりね最重要項目はノーインシデントということでですね、なんと見事、ここですね、A の 2.5 ガレ選手 A の 2.5 返り咲きました、ありがとうございます、ありがとうございます。これもね視聴者の皆様の、おかげでございます。いやー、よかったよかった。ようやくね、ようやくこれで年を越せますね。まあ、あの正確には季節を越せますということになるんですけど、いやーよかったな。これちょっとね、あの残り2周ですけど、もう下げないようにね、大切に大切に守っていきたい僕の SR ということでですね、はい、ね、あのキープしていきたいと思います。来週がウィーク11ですね。ウィーク11はもう宣言しているように、スキップバーバーのニュールブループリンクウィークですのでね、もう、7戦連続このスキップバーバー配信と、ね、いうことでお届けしていきたいと思います。よろしければチャンネル登録や高評価、低評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイル、チャンネルでした。